ルックアモカです。こんにちは。今日はですね、こちらのもちもちボールの中身を切ってでスライムパレットにしていきたいと思います。こんな感じでね、厳選して並べたので全部切っていきたいと思います。最近作ったやつもあるんだけど、1ヶ月とか2ヶ月とかもしかしたら3ヶ月くらい前に作ったやつもあると思うので、この中身のスライムがどうなっているのかというところも注目して作っていきたいと思います。それではもかちゃんタイムスタート。さあ、それでは一個一個ね、このもちもちボール切っていきたいと思います。ではまずこちらの紫のもちもちボール、めちゃくちゃ柔らかい。ここに子供もできてて可愛いです。ではこれを切っていきます。どうやって切ろう。もう真ん中からがっつりいっちゃおう。じゃあいくよ。あらら。じゃあいきます。えい。わあ、意外と飛び出してこなかった。じゃじゃーん。あ、これはあれだ、ジャムのパッケージに入ってるスライムかな。こんな感じでラメラメの綺麗なスライムです。柔らかめのタプタプスライム。じゃあこれをこの端っこに入れます。お、入った全部。あー、気持ちいい。はい、次はじゃじゃーん、ハートのもちもちボール。こんな感じでビーズが入ってるね。これはちょっと中のスライムが少なそうですが、切ってみます。えいっ。スライムごと切れた。綺麗。固めだ、めちゃくちゃ。よいしょ。うわー、これあれだ、パールが転がっていっちゃうんだよね、どっかに。スライムは変わらず、めちゃくちゃ可愛い。スライム自体は結構固めのスライムです。パールがどんどん転がっちゃうので入れます。じゃこれはここに、こんな感じで。はい、続いてはこれ。これはね、ラメを入れたスライムなんだけど、すんごいラメが重いのかな、スライムより分離してる。下にラメが集まっちゃってるね。どうなってるんだろう、めちゃくちゃ気になる。触り心地はあんまり変わらないけどね。いきまーす。えい。うわーすごい。じゃじゃーん、ピンクだ。うわーすごいラメのところがさ、すごくない？これ沼みたいになっちゃってる。おー、スライムってよりかは粘土みたいな感触。うわ、ザラザラ、キネティックサンドみたいな触り心地だね。分離してます、めちゃくちゃ。逆にこっちはめちゃくちゃ綺麗。すっごい透明でめちゃくちゃ綺麗だよ。ちょっと分離してるのが面白いので、このまま半分ずつ入れようか。すごい、ちょっとグロテスクな色だ。じゃあ下半分と上半分で。はい、こんな感じで。え、可愛いかも意外とよし、次。これはクッションの中のこの、なんだっけ、このブツブツ、あ、名前が思い出せない。このブツブツ、クッションのブツブツを入れたスライムです。これも分離してる、スライムとビーズが。うわ、めっちゃ綺麗。わらび餅みたい。わわ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 、本当に完全に分離してる。めちゃくちゃ気持ちいい。ふかふか、スライムって感じではないね。ビーズがたくさん入った粘土って感じ。じゃあ、あ、この透明の粘土は、透明スライムを下に入れて、こっちのビーズを上に入れよう。うわ、入るかな。割合が、透明がちょっとね、かわいそうな感じになってますが、助けてーってなってる。いいね、いいね。はい、続いてはこちらのバレンタインもちもちボール。めっちゃ気持ちいい、これ。で、ちなみにこれはね、電気を消すとこんな感じで光ります。ちょっとカメラがすごい明るくしてくれちゃうので、光ってるのがわからないかも。あ、これでこんな感じ。こんな感じで風船が暗いところで光る風船なので、めちゃくちゃ不思議で可愛いです。じゃあこれを切ります。ジョイン。めちゃくちゃタプタプ。この端っこに、よいしょ。あ逃げちゃう。よいしょ。こんな感じで入れました。じゃあ次はオレンジ色のもちもちボール。これすっごいもってりしてて気持ちいい。では切ります。わっ、かわいい、みかんみたい。うわー、風船にすごいくっついて取れない。これ何だったっけな、ダイヤモンドスライムかな、何に入ってたか忘れちゃった。もう多分ジップロックに入ってるタイプのスライムだったと思う。スライム救出しました。これはね、もうめっちゃ伸びる。
ガムみたいな、水飴みたいなスライムです。このスライム本当に気持ちいい。はい、じゃあこれはこの端っこに入れます。みかんガム、星も入ってて可愛いね。はい、次黄色のもちもちボール、これもめっちゃ柔らかい。えい、わお飛び出してきた。綺麗にドゥルンと取れました。このタプタプ系のスライムは綺麗に風船から出てくれる。タプタプスライムすごい透明感があっていいよね。触り心地もめちゃくちゃ気持ちいいです。じゃあこのオレンジの隣に、よいしょ、はい、さあどんどん行こう。じゃん、ねっとりもちもちだ。これこれダイヤモンドの形に入ってる100均のスライムだ。子供がいて可愛いんですけども、切っちゃいます。いきます。わあ、めっちゃギャラクシー。よいしょ、よいしょ。うわあ、綺麗。相変わらずこのスライムめっちゃ綺麗。ラメが入っててすっごいギャラクシー。遊びやすいこのスライム。さあこれはドゥ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 ン、こちらの真ん中に入れー。はい、こんな感じで入りました。え、いいね、カラフルで可愛い。次はこちら。あ、硬い。これはオレンジ見っけた。オレンジが入ってる。これはオレンジのケースに入ってるスライムかな。こちらのちょっと硬めの、握力が鍛えられそうなもちもちボールを切っていきます。いけ、パカーン。すごい、グミみたいに美味しそう。てる、硬い。ブチブチスライムだ。めちゃくちゃ硬いブッチブチさんですね。これはちょっと遊びにくいのですぐに入れちゃうよ。ここに、よいしょ。はい、こんな感じで入れました。最後、黄緑色かな。これはもちもち最高で、この最高なもちもちボールを切ります。ラスト、えい。わあ、水色かも。緑じゃなかった。よいしょ、水色でした。よん、綺麗。これもラメが入って出るスライムだね。うん、気持ちいい。これもさあ最後の1個になりました。入れます。じゃん。はい、ということでもちもちボールの中身のスライムパレット完成。かわいい、めっちゃかわいい。こんな感じで完成しました。かわいい。ちょっとこうやってると、あーなななな、スライムがね溢れてきちゃうので見せられない。めっちゃ可愛くない？テンション上がる。ちょっと蓋閉めてみよう。よいしょ。蓋を閉めればみんなにも見せられる。可愛い。え、後ろから見ても可愛い。めっちゃ可愛くできました。こちらのスライムパレット可愛い、欲しいって思ってくださった方は高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。